デカ父女、お前忍びだったのか。うん、まさかこんなところでまた会うなんてね。一つ聞いてもいい？どうして超秘伝忍法書が必要なの？どうして？決まってるだろ、最強の忍びになるためだ。最強の忍び？各校の超秘伝忍法を奪って、私は誰にも負けない強さを手に入れる。ホムラちゃん、おかしいよ。超秘伝忍法書がなくたって修行で自分を鍛えれば強くなれるじゃない。強くなるためには手段を選ばない、それが私たち蛇女のやり方さ。そんなの忍びの道に反してるよ。文句があるならかかってきな。お前の言う忍びの道ってやつがいかに薄っぺらいかを教えてやる。私の忍びの道は薄っぺらくなんてないよ。あった、正義のために舞い忍びます。いざ尋常に舞い切れ。さあ続き続き。どれほどの腕なのか、わざと攻撃を受けてやったんだがな。軽い、軽いんだよ。お前の薄っぺらさそのままの軽い攻撃だ。そんなんで私にダメージを与えられるか。まあいい、今日は挨拶に来ただけだ。次に会う時は命がないと思え。